はい、皆さんこんにちは。えなです。たかです。エイティブログです。私たちは彦根城に来てます。初めて来ました、彦根城。今日と明日は2日かけて琵琶湖をぐるっとする予定で、1個目のストップはこちらの有名な彦根城です。というわけで中に入ってきます。はい、というわけで今ね入ってきました。でもうまだ何も見てないけど、もうお土産を売ろうとしてるの？お土産屋さん、だいたいこういうのってあれだよね、最後でしょ、最後にあるのに。これ皆さん知ってますか？ヒコニャン、マスコットだね。そうだよね、ヒコニャンってめちゃ可愛くない？有名だよね。買ってくれる？いらないでしょ。いるこのヒコネーションのヒコニャン。レナさん、また階段だよ。お城は基本的に山のてっぺんにあるから、まず行かなきゃいけないことは当たり前なんですけど、もう12月に入ったけどまだ紅葉してるよ。これは何でつけてるかわかる？冬に松が寒いからじゃない？あの人間でいう腹巻きみたいな。秋につけて、その虫とかは上がってそこの中に入って暖かいから、春になったらそれを取ってこれを燃やすと虫が死ぬようにつけてる。虫トラップってことか。そう、虫トラップだよ。皆さん覚えておいてください、あれは松の腹巻きじゃなくて虫トラップということで。虫トラップです。お願いします。お取りします。ヒーコニャンニャン。可愛くない？ヒーコニャンニャン。私はこれから使いたいよ。ヒーコニャンニャン。今天守閣に登るために入ってきたけど、すごいね、この急な階段。可愛らしい星がでしょ。確かに可愛らしいね。じゃあ登りましょうか。気をつけて。そう。滑って落ちてきたら笑うよ。笑わないでください。早送りで使って。今ここ早送り。今編集を指示してる。レナ早送りしろ。というわけで今彦根城から出てきて、近くにあるガーデンに入ってきました。大名みたいな人が自分のためのガーデンを。ああ、これが自分の庭なんだ。私日本語できないから、これを見て、え、彦根城世界遺産なのって思ったら、世界遺産になりたいね。に。彦根城から出てすぐにここの大通りがあって、建物の雰囲気めちゃくちゃいいし、ね、マヨネーズのあれに入ってるプリン買ってみましょう。買ってみたい、買おう。なんか変なサラリーマンおじさんがチューチュー食べるプリンって書いてあるよ。食べたい。あ、そう、あの YouTube チャンネルで。まずこの黒いとこを吸います。はい、吸ったら空間できます。はい、もう一度蓋閉めて振ります。ちょっと吸って振って、またちょっと吸って振ってって。うん、で蓋閉めて、シャックルだね。本当だ、うまっ。今チューチュープリンの社長さんとちょっと仲良くなった、ね、仲良くなって、ここのエリアについてちょっと教えてくれました。電信柱とコンビニとゴミ箱がないんだって。だから雰囲気がいい。そう、雰囲気すごい良くて。あ、コロッケがある。コロッケ食べたい。プレミアムコロッケ250円。安い。まだどうやって食べる？うんたい、詰まってるよりもいいんだよ。250円の価値はあるかな。そんな好きじゃない。もっと美味しいコロッケをいっぱい食べたことある気がする。食べてみて。社長の正直コメント。これはちょっとおすすめです。なんか昔ながらのたこ焼き屋みたいな。そう、でも食べるのがたこ焼きじゃなくて
チーズタコせん。今2つのたこ焼きを入れてこれを潰して、その上にスライスチーズを乗せてタコせん。うん、めちゃくちゃ合うよ。じゃじゃーん、今日私たちのレンタカーはアウディの Q5 です。全然これで十分な感じ。あれ乗り心地がいいよ、ね、私はアウディが好きだから。そう、アウディ大好きだからね。これなんかいい感じ、ね、買ってもいいぐらいの。あ、買っていいんですか？ダメです。買っていいですか？いや、ダメです。社長、買っていい、いいと言ってないよ。買っていいぐらいと言った。社長ちょっとだけ違う。ここ船乗り場があって、今から一個の屋形船を貸し切って、水上ドライブだね。ドライブ、世界一周した時のミャンマーを思い出すね。あ、そうだね。ミャンマーの時もめっちゃ良かった。あの、これあれなんだ、モーターじゃないんだ。モーターじゃない、ここ船頭さんがこう漕ぐんだ。右の方行って、右に、あ、反対、こっち、はい。本当だ、よっこいして、よっこいして、よっこいして、あ、だから気をつけてと言ったのに。これモーターがついてないからゆっくり進んで、静かで雰囲気めちゃくちゃいいよ。はぁ、あ、ちょっとゆっくりしましょう。景色を楽しみながら。あとこれ周りに生えてるヨシって言って、あのすだれに使うやつなんだって。これすだれって何？すだれってあの日よけにあるじゃん、あの家のさ縁側。カカが説明するの諦めた。説明しろちゃんと。グーグル。違う違う。到着しました。はい、ありがとうございました。はい、よかったね。うん、よかったけど、もうさすがに12月はちょっと寒すぎる。あと12月、今日がラストって言ったよ。来るって考えてる人は来年の春。来年、ね、ここに八幡堀という有名なところがある。雰囲気めちゃくちゃいい。私たち全く時間がないから、こうささっと5分だけを見てもうホテルに向かおうしかない。今遊歩道に降りたね。うん、ここに降りてる。ここで散歩する。時間がないから走れ。ゆっくり行こう。ゆっくり行こう。はい、無事にホテルに着きました。とりあえずでもあれでしょ、もう今夜ご飯の時間だから、フロントに一声してもうレストラン行った方がいいよね。このレストランだよ、オーミという鉄板だよね。今日ね、そう、私たちのメニューは鉄板焼きの、鉄板を美味しくいただこうっていう。乾杯。一品目も今届きました。いただきます。2品目も来たよ。絶対美味しい。味濃くて美味しそう。うん、うまっ。うん、ベリーグッド。めっちゃグッド。うん、なくなった。やばい。私はちょっとタカから私の食べ物を守らなきゃいけない。見るの、うん、ちょうだい。後でお肉半分ちょうだい。なばけない。サーモンとチーズって言ってたね。うん、めちゃくちゃ美味しい。とバルサミコのソース。なんかチーズのリゾットうまいな。これ量増やしてもいいぐらい。おかわり。こちらタコのサラダでございます。うん、うまっ。うん。
おあら塩は3種類欲しいね。黒塩、抹茶塩、梅塩それがあったら最高。まだあれで今からご飯食うよ、白いご飯食べるのが早すぎた。毎日通いたいな。ありがとう。No. よこせ。ご飯が終わった。まだ7時なのに、もうなんか寝れそうな。寝れるよ。お風呂入ったら。感じはするけど、ここになんかホテルに温泉がついてるから、温泉にはまだ入りたい。タカが編集だね。まだ明日オンラインにする動画やってないか。例のドラフトが遅かったから俺の仕上げが遅れてるよ。仕事仕事この動画をここで終わりにしたいと思います。この動画が面白かったならぜひいいねボタン押してください。ではまた次の動画で会いましょうね。